ジャン・カルバン・カルバン主義とは、すべての上にある神の主権を強調する、神学体系、及びクリスチャン生活の実践である。宗教改革の思想家、ジャン・カルバンにちなんで、カルバン主義と名付けられている。このプロテスタントのキリスト教は、改革派の伝統、改革派信仰、改革派神学と呼ばれる。改革派の伝統は、マルチン・ブザー、ハイン・リヒブリンガー、 フルドリヒス・ビングリなどの進学者によって進展し、また、トマス・クランバーら英語圏の宗教改革者にも影響を与えた。それでも、ジャン・カルバンの大きな影響と信仰告白、教会の議論における役割のため、これは17世紀から一般にカルバン主義として知られている。今日、この後はカルバンが初期の指導者であった、改革派教会の教理と実践を意味する。 またこの進学体系は予定説と全的打略の教理により最もよく知られている。日本語ではカルビン主義表記で知られる。プロテスタント宗教改革の教理の発展へのカルバンの国際的な影響は25歳の時から始まった。彼の著書キリスト教公用は1536年に出版された。この著書はフランス語訳を含め 何度も改訂版が出された。公用とともに、彼の論争的、巻き替え的な働きと聖書仲介は、教会の信仰告白文書に大きな影響を与えた。カルバンは最も卓越していたが、改革派の教会の教理に影響を与えた多くの人のうち一人である。改革派教会とカルバンは、プロテスタント宗教改革の第二段階目に位置する。マルティン・ルターが、 ローマカトリックから破門された時、福音主義教会は形成され出した。カルバンはジュネーブのフランス人亡命者であった。彼はメラン・ヒトンによって修正されたルター派のアウクスブルク信仰告白に署名していたが、ルターよりもスイス宗教改革のツビングリの線にある。改革派教会の教理がルター派に対して独自に発展していたことは初期から明らかであった。その後、 カルバンの名声によって、改革派協会の教理は、カルバン主義と呼ばれるようになった。カルバン主義者はフランスでは、ユグノー、オランダでは、風前、スコットランドでは、プレスビテリアンと呼ばれた。カルバンの実践は、ジュネーブでなされたが、彼の出版物は、ヨーロッパの多くに改革派協会の思想を広めた。カルバン主義の進学教理は、スコットランドで多数派となり、オランダ。 ドイツの一部と、またフランス、ハンガリーと、そこから独立して、トランシルバニアとポーランドに影響があった。カルバン主義は、スカンディナビア、スウェーデンでも広まったが、1593年のウプサラの教会会議のルーテル主義によって拒絶された。アメリカ中部大西洋とニューイングランドの多くの移住者がカルバン主義者であった。その中には、ピューリタン、フランスのユグノー、 オランダの移民を含む。最大のカルバン派の教派は19世紀から20世紀の宣教師の働きによって始められた。インドネシア、韓国、ナイジェリアにおいて特に大きい教会を形成している。伝統的なアングリカンは39か条で告白されたカルバン主義の教理を持っているが、その礼拝原則を避けている。1610年オランダ改革派のドルト会議でを カルバン主義の5つの特質、いわゆるドルと信仰基準として定義した、プロテスタント諸教派の系統外略。ありがとうございます。